電気事業法に関する問題ですね。電気工作物のうち一般用電気工作物に関してです。まずは技術基準に適合しているのを調査するのは、所有者または占有者であるか電線路維持運用者かです。ちょっとここ難しいかなと思います。答えは電線路維持運用者です。いわ調査を委託できるのは電気主任技術者か登録調査機関。これは、委託というところで技術者に、適当に委託するのは、難しいかなと考えられます。ここは登録調査機関ですねというのが当てはまると考えられると思います。続いて、うは自家用電気工作物についてです。経済産業大臣に届けれる、何を定めですが、これは保安規定を定めですね。検査養老書っていうのは選択肢として答えになる問題を、見たことがありません。最後、絵です。経済産業大臣は、資料の、何々をさせることができる。作成か、提出ですね。作成させるだけだと本当に作ったか、確認することができませんよね。ということで提出をさせることができるということになります。まあここは消去法で、あがわからなくても4番が正解にたどり着ける簡単な問題だと思います。